助かりました。 まさか。ここにいたか。ニルス・スティア、俺が仕掛ける。総員続け。 足を止めれば命はないものと思え。常に相手の攻撃に備えろ。 まずは残った動力の殲滅に集中しろ。
グレンはあれからどう？あの大型ドールズを見たとき、なんだか様子が違ったから。ドールズ、このタイプはまさか。ここにいたか、ニルス・スティア。俺が仕掛ける。総員続け。ニルス・スティアですね。あれは隊長にとって因縁の相手なんです。かつてクロフォード君と隊長は共にドールズと戦っていました。他に火花というアークスがいて、3人は腕を磨き合っていました。しかし10年ほど前に、あのニルス・スティアがセントラルを襲撃してきたんです。3人の活躍により撃退はできたものの、火花は命を落としてしまいました。それをきっかけに、クロフォード君と隊長はそれぞれの道を進むことになったんです。クロフォード君は戦いで倒れる仲間を増やさないよう守りを固めると同時に、強力な兵器を開発することで人命を危険にさらさず、この戦いに決着をつける方法を選んだ。一方で隊長は、ニルス・スティアが撤退していった場所、このスティアリージョンにこそ全ての元凶があると考え、私を含めた志願者をアークスから選抜し、敵の拠点を発見し直接叩くという道を選びました。ニルス・スティアのようなドールズを完全にハルファから根絶するために。隊長、クロフォードに伝えておけ。この戦いを選んだのは俺自身だ。お前はお前の戦いを続けるがいい。隊長、南北の拠点の端末を経由してスティア中枢部のシステムに入ったわ。間もなく障壁は解除されるはずよ。総員突入準備。編成はお前に任せる。了解しました。
動く気配はありませんね。今攻撃すれば一気に倒してしまえるのでは。まずはニルススティアを叩く。今度こそ仕留めるぞ。無事ですか。よかった。よかったって、どうして、どうしてこんな私なんかをかばって。私が、君はグレイを助けて。
クロフォード、前を向けグレン、まだ終わってないぞ。直接話すのは何年ぶりかな。どうして今さらセントラルから出てきた。その時が来たからさ。セントラルキャノンの最終調整は完了した。そしてダークファルスは必ず君たちが見つけてくれると信じていた。なら最後くらいは親友に手を貸してあげようかと思ってね。全て終わればようやくあいつのことをきちんと弔える。うん、クロフォード本当に強かったんだね。
だけどセントラルの方はリーダーの君がいなくては。たまには運動したいと言ったらブルーダーが心よく留守を引き受けてくれたよ。それよりマノン君は大丈夫かい？平気よ。負傷者を連れて撤退だ。よし、もういいだろう。うまくおびき出せた。今だ、ブルーダー。